東京外郭環状道路の本線トンネル工事現場を視察。今回は東京外郭環状道路の本線トンネル工事についてお話ししていきます。こんばんは、練馬区議会議員の佐藤力です。練馬の力を伸ばすために全力で頑張ってまいります。さて、東京外郭環状道路の本線トンネル工事は令和2年10月に調布市内のシールドトンネル直上部において発生した陥没事故により、すべてのシールド機の屈伸作業が停止しました。その後、令和4年2月、安全確認や対策を講じた上で、本線トンネル南行きシールドマシンの屈伸工事が再開となりました。しかしながら、同年4月に大泉ランプと本線トンネル合流部の工事のためにあらかじめ設置されていた地中壁にシールドマシン前面のカッター部が接触し、シールドマシンが損傷したため再び屈伸が停止となりました。その後、シールドマシンの補修が完了したため11月に屈伸を再開し、さらに大泉川本線トンネル北行きシールドマシンにおいても屈伸を再開しました。今回、私が委員長を務める交通対策等特別委員会において屈伸を再開したトンネル工事の視察を行いました。国土交通省やネクスコ東日本、ネクスコ中日本の方々にご対応いただき、工事の状況や再発防止策などについて現場を見ながら説明を受けました。正直、調布での陥没事故を起こした後、ようやく工事が再開したにもかかわらず、非常に単純なミスによってまた事故を起こし、工事を停止せざるを得なかったことについてはとても遺憾に思います。改めて事業者に対して再発防止策を徹底するとともに、不安に思う地域の方々に情報提供を行いながら細心の注意を払って工事を進めていくよう求めました。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。